はい、じゃあ一番の僕がセリフを行かせてもらいます。はい、じゃじゃん。さ、デート中に、ラブラブデート中に、そうだな、なんか好きな、皆さんなんかタレントさんとかアイドルとか俳優さんとかいるんですよね、きっとね。なんかそのポスターが貼ってあって、思わずそれをに見とれてしまったあなたへのシチュエーションね。 OK、 見とれちゃった。なんか石川海人のポスターがこうバーンって貼ってあって、思わずデート中に海人のポスターが貼ってあって、ちょっとあって、ゆまくんがあってすごいそっち見ちゃった。そこに対する一言。はあ、僕のことだけ見てないとダメだって言ったでしょ。今の悲鳴がご褒美だということでしょうね。うん、はあ、ゆうまくん、じゃあゆうまやってくれるよ。これです、ドロン。自分自身を見つめながら、うん、鏡の前で見つめながら言う言葉ですね。それでは参ります。君は君のままでいいんだよ。いつまでも変わらずにいてほしいな。よし、今日も頑張れる。以上です。なるほどね、なるほどね。自分の体を見つめて、見つめて、そうね、見つめて、よーし、自分自身に乾杯。よし、今日も頑張るぞ。自己暗示ね、自己暗示系です。あー、いいじゃないですか。いやいや、さあもう、さあもう何とかしてください。OK、 検証さんお願いします。もうやり慣れてるからね、俺は。プロですよ、プロ、プロ。はい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 。ほうほうほう、どうですか、どうですか、プロ。いや、もうこれはもういいの引いたなって感じ。本当ですか。もうあのシチュエーションとかはあんま言わなくても大丈夫かなってくる。あ、本当ですか。うん、お、じゃあ決勝さん、ご準備よろしければ。ちょっと待って。オッケー。それでは決勝さん、お願いします。はい、乾杯。いい飲みっぷり。今日も一日大変だったよね。お疲れ様。乾杯！乾杯！乾杯！あ、もうこれ乾杯、乾杯でしょ。ね、これいいの弾けたね。だって乾杯って言ってるもん。はい、乾杯って始まってるからね。